全国のバンエフファンの皆様、本日のメインレース札幌ビール杯ホワイトクリスマス賞を制した富士大ビクトリー号の西翔太騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。これで2連勝となりました。道中の位置取りは今日はいかがでしたか？はいつもと同じような感じで乗れたと思います。はい、第2障害の手応えはいかがでしたか？そうですね、今日はちょっと重たいかなと思ったけど、まあ、順調に障害も超えてくれました。はい、最後はですね、桜流、そして直前で戦国イエス号も迫ってきましたが、ゴール直前での感想はいかがでしたか？は最後まで、まあ、一生懸命棒しかないなと思ってたんで。はい、さあファンの皆様、お正月大一番帯広記念も見えてきましたよね。はい、はい、期待しております。さてホワイトクリスマス賞ということで、帯広競馬場では明日もクリスマスイベントなどが行われます。最後にファンの皆様、今日も寒い中たくさんの方お越しいただいてます。ファンの皆様一言お願いできますか？明日も来てください。もう一度お願いします。もう一度お願いします。明日クリスマスなので、ぜひもっとたくさんの方に来てもらえればいいなと思います。はい、おめでとうございます。この後のレースも期待しております。おめでとうございます。以上で本日のメインレース札幌ビール杯ホワイトクリスマス賞の表彰式を終わります。おめでとうございます。